平田食中蔵平田食中万事3年6月16日は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての地下官人、夕食家。兵庫島、深尾食級の子。大倉大輔、平田食清の養子師。神は、西四以上、倉人書水党、大倉大輔。豪は、厚無安。平田家書流の出身だが、 宗家であるおじの職清の養子となる。天正十四年十五位した、左この江将元に助任される。船橋集見に、夕食古実を学び、官職学の中高として知られた。御用税上皇にも、夕食古実を伝授して、慶長十三年には、北畑畠近房が表した、食現象の皇帝、観光を行っている。慶長二十年左衛門の大尉を兼ね、 北面武士の資格で印象伝が許される。また、子息の明らかいが、死の展開とともに、徳川家康に仕えたことから、江戸幕府の評価も高く、慶長年上以後は、倉人形下官人を統率する再官人の地位に抜擢された。現那六年うるう十二月に、大倉大輔、翌現那七年正月には、十四位上に除任され、 平竹大大の極位極下に登った。さらに、官営元年同家として初めてとなる正四院下の助与受け、官営五年には正四位町に至った。なお、食中より後に正四位に登ったのは、幕末期の食虎のみで、正四位町にまで至ったのは、食中ただ一人となっている。寒栄十一年には、 倉人諸水党が官務の権限を犯しているとして、三部康介から訴えられるが、植中は江戸幕府の意向を得ていることを理由に、これを交わし、引き続き水党による倉人方官人の支配が認められた。官営13年に致死し、厚む案を合した。万治3年6月16日即去。去年81。墓所は上福寺にある。多くの著作を残し、 官職便乱、動作都市略称などがあるほか、徳川家康以下三代の将軍宣言に関する記録も作成している。また、古くは、魚ログ賞の著者とされていたが、近年では否定されている。地下家電による、地下家電による、ありがとうございます。